リティの久保田美恵です。ということで、いやはや2018年も6分の1が終わりました。え、そうだよね。機材なんでいいじゃん。12分の2だよ。6分の1だよ。早すぎる。だってもう3月なんだよ。毎月言うよ。もう毎月言って、毎月カウントしてやる。そんなのもう全部カウントしてやる。そっか、3月だったら4分の1、12分の3だから。そっか、もうすぐ4分の1も終わりますね。始まってないね、まだここにいるって。そう、卒業シーズンということで、なんと私もですね、大学を卒業してからまだ1年経ちましたよ。いやー、なんか最近その大学がない社会人だけの久保田を1年間経験してみて、いや、よく4年間も大学に通えてたなっていう、まあいろんなね、そのお仕事のスケジュールもある中、よくね学校に行ってテストなんか受けてたなっていう、なんか学生さんってすげえなって思いました。だってね、テストって結構なかなかの苦痛だよね。あったもん、なんか最近リリーベ大阪でしたんだけど、明日テストなんですって言いながらイベント来てる子とかいて、なんかもう心の底から頑張れって思いました。ということで、まあね、そんなね、学校もありつつね、卒業シーズンで、その学校を卒業して新社会人になる子もいるでございましょう。もう新社会人、自分より年下ということが不思議でございますよ。最近そのリリーベもありましたけれども、年下のファンの方が増えまして、なんか自分ってお姉さんになったんだなって思いました。ということで、それではそろそろ行ってみましょう。ラジオアニメージュ、今日もよろしくお願いします。ラジオアニメージュ、改めまして久保田美代です。まずはラジオアニメージュのイベント3、真夏のボタクたちの第1部の模様がエジオンプレミアムにて配信中でございます。税込み320円安いということで、こちらのお知らせはですね、あの、第4回目が決定するまで永遠とずーっと言っておきますので、ぜひぜひまだチェックしてない、もうここまで言っててチェックしてないんだったら、もうそろそろ見てくださいって言いたいですけれども、ぜひぜひよろしくお願いします。そして私の近況報告的には、2月の21日から25日に行われていましたミュージカル新雪のプリンセスが無事終了いたしました。これ、世間的には、表向きには、全8回公演だったはずなんですけど、今回、その私の役の、私お姉ちゃん役だったんですけど、妹と弟役の子役ちゃんがダブルキャストだったんで、多分関係者の方もわかってますけど、ゲネっていう、なんて言ったらいいですか、あの、お客さんに見せないけど、本番と同じようにする、リハーサルみたいなのを2回やったんですよ。本番の前に。要するに、もう全10回公演だったんですよ、今回。盛りだくさんでございましたよ。で、感想も来てるということで読んでいきましょうかね。ラジオネーム、人妻きゅうりちゃんからです。みゅーたん、こんにちぼた。こんにちぼた。ミュージカル、新雪のプリンセス、感激いたしました。シリアスな内容なのかなと思いきや、コミカルなシーンも多く、老若男女、楽しめるお話でしたね。出演者もそうでしたが、お客さんの方にもお子さんが多かったように思います。あの小雪役のお姉さん、プリパラのソフィーちゃんなんだよって教えてあげたかった。私はステージから少し遠めの席だったのですが、場面が転換した時に、視覚よりも先に見えたの第一声で、あ、寒いところに来たんだって分かったのがなんだかすごく感動でした。さすが声優さんや。衣装や音楽も素敵でしたね。特に親衛隊の衣装、オタク心をくすぐられました。クーデター、クーデターって未だに頭の中でぐるぐるしています。また、女優久保田美代さんに会えるといいな、ということでありがとうございます。そう、今回のこの雪のプリンセスって、今年で3度目になるのかな?らしく、2016年からやってるらしいんですよ。で、私は今回のこの2018年の新版から出させていただいたんですけれども、そう、こちら、アリソジさんも見に来てくれた、ゲネネ。本当に、衣装着てなかったよもんね。そう、衣装を着てやる、
そのリハーサルみたいなのもあったんだけど、その、アリスおじさんが見に来てくださったのは、多分スケジュールの都合で見に来てくださったのは、衣装を着ず、アイリスジャージ。アイリスジャージを着た私が、ある意味レアですよね。ほぼキャストさんの衣装を着ず、その、ダブルキャストの子役ちゃんの別のこの役の、その別の子役ちゃんだけが衣装を着てやるゲネに来てて、脳内合成してもらったんですよ、あの衣装を着た。本当に。でもすごい衣装も独特で、その、去年と一昨年やってたのとは全然違くて、雰囲気とかが。結構その、ひつづまきゅうちゃんが言ってくれてるのは、こういう、なんて言ったらいいの、なんか、独特なんて言ったらいいんだろうね。なんかモード系じゃない、なんか海外のファッションショーとかでありそうな感じ、バルーンついちゃってるみたいな。なんかそういう系で、なんか私はどっちかっていうと、なんかこう、イメージはなんか、私がそのなんか、やってる役だと、なんか暑い国というか、なんか日本で季節が止まってしまった、夏のように一年中暑い日本の女の子みたいな感じで、なんか私、ちゃんとは聞いてないんですけど、なんかどっちかって言うとなんか砂漠系なのかなっていう印象がありましたけれども、そう、去年とか一昨年とか全然こんなんじゃなかったの。DVD 見させてもらったんだけど、去年の。なんかもう、半袖みたいな。なんか夏で、なんか本当に、今回全然色がない感じなんですけど、なんかもうオレンジで、なんか常夏みたいな感じで、結構、その、去年、一昨年見に来てた方も多分いると思うんです。この作品が好きで。そういう人も、なんか、演出が全然違ったりとか、その衣装とかも全然違ったりとかしてて、多分ストーリーの流れ的には、基本的には同じなんですけど、多分また別のね、角度で。そうです。だから真なんだと思います。別の角度で楽しめたと思うので、ぜひぜひね、来年もあるのかわからないですけども、ここまで続いてるんだったらあるのかもね、来年も。来年もあったら、呼ばれたらいいなって。個人的に思ってるので、ぜひぜひまたね、舞台女優久保田が見える日がありましたら見に来ていただけたらいいなと思うので、よろしくお願いします。そして2月のね、26日月曜日には発売中のアイリスの最新シングルメモリアルのリリーベ追加、リリーベですね、お大阪でサキ様と二人で行ってまいりました。そう、初めは大阪と名古屋みたいな、なんかそう、一応関西地域的な、いつも普段行ってるとこがなかったんですけど、今回のリリーベ追加になって行ってまいりました。感想も届いてるということで読んでいきましょうかね。ラジオネームはるんるんさんからです。久保田さん、こんにちは。まおまお、2月26日に開催されたアイリス15枚目のシングルメモリアルリリースイベント大阪、お疲れ様でした。5日間ミュージカルに出てからの翌日は大阪ということで、すごくドッタンバッタンした日程だったと思うのですが、久保田さん自身元気そうで何よりでした。アニメイト池袋で久保田さんとお話しできるのは最後かと思っていたところ、今回の大阪が急遽追加されてお話しできる機会が増えたので、とっても嬉しかったです。平日開催という中でもたくさんのファンの方が集まっていて、立地的にも大阪は名古屋や関西の方も来やすいので、大阪での開催を待っていた人も多かったのではないでしょうか。今回のリリーベは私服で特典会を行うことが多かったので、各地で久保田さんのいろんな洋服が見れたのも嬉しかったですし、大阪の時には珍しくネックレスなどもつけていて、とても可愛く似合っていましたよ。ミュージカルの感想を言えたり、久しぶりにたくさんチェキを取ったりできたのは本当に楽しかったです。メモリアルの発売日である2月21日が僕にとって特別で、2年前の2月21日に初めてアイリスのイベントに参加しだったので、このシングルの発売日にはちょっと運命を感じていたんですよね。発売日を迎えたと同時に3年目に入ったのですが、そのタイミングでいろいろ伝えられたのはやっぱり嬉しかったですし、やっぱり僕は久保田さんとお話しするのがとても大好きだなと改めて感じました。19時開始の23時前終わりということで、とっても長丁場のイベントでしたが、本当に楽しかったです。ありがとうございました。また次の特典会などでたくさんお話しできることを楽しみに待っています、ということで。やばいよね、19時に開始して終わったの23時前ぐらいだったの。え、やばくない？だから帰れなくなってる人とかいて、平日でしょ、平日月曜日終電がみたいな。え、すごいよね。いやでもそれだけ盛り上がったということですよ、平日なのに。そう、なんか平日で、しかもまあ大阪だからいいけど、結構そのね、来づらい人もいるわけじゃないですか。いるいる、東京から来てる人も普通にいたし、普通そう名古屋とかその近場、まあ一応近場による
近場と言える人もいたし、なんかすごかったね。こんなにかかると思ってなかったけど、でもなんか一応区切りとしては今回でリリースイベントが終了っていうタイミングになるので、メモリアルのリリースイベントが終了ってタイミングになるので、なんか多分こんなにねがっつりお話できるのが今未来に決まってないじゃないですか。だから私は個人的に嬉しかったですし、そう、私普段アクセサリーをほとんどつけない人間なんですけど、棚を掃除していたらネックレスが出てきたんでつけていきました。本当につけないのアクセサリー、なんかつける、買ってもつけるの忘れるしなくすし、なんかおしゃれにあんまりなんかそう小物系にあんまり、あんまそうじゃない、私だってさ、ここでもここでもないよね。皆さんみんなも多分知ってると思うけど、なんかあの何帽子とかベレー帽、ベレー帽みたいなとかも全然つけないし、なんかなんて言ったらいいの、そういうの得意な、ほらずっちゃんとかさ得意じゃん、さき様とか得意じゃん、そういうの全然つけるタイプじゃないんで、ちょっと珍しかったと思います、大阪は。ということで、そう、でもミュージカルで全然私知らなくて、別のキャストさんが好きで見に来てくださった方とかもリリーベの大阪に来てて、なんかフットワーク軽いなと思って、みんなありがてえなって思いました。でもいいタイミングでしたね、ミュージカルまた次の日だったので、多分これを見に来てくださった方も感想も直に熱いまま伝えられたと思うので、ぜひぜひこれからもね、アイリスは多分シングルとかアルバムとかリリースするにあたってリリーベもあると思いますので、ぜひぜひその時は遊びに来てくださったら嬉しいなと思うので、よろしくお願いします。ということで、終わってないお知らせ的にはついに近くなってまいりました。3月の11日日曜日にワンワン国2018春姫様と余興ということで、私のソロイベントが開催されます。いやー、なんか最近そうミュージカルとかなんか結構いろんなお仕事をこうババババババってやってて、もう私の気持ち的にはソロイベの気持ちに慣れてないんですけど、多分、あ、そっか、これ聞いてる人はもう3月か、あのここにいる久保とまだ2月なんで、きっと3月に入ったら気持ち的にも変わるだろうなと思ってるので頑張りたいと思います。そして4月からはね、アイリスのフォースツアーも開催されますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、たくさんのメールありがとうございました。それではここで一曲聴いていただきましょう。今日お送りするのは、まあソロイベントが近いですから、この曲を聴いていただきたいなと思います。まあやるかは分かんないけどねそれでは聴いてください。久保田美優でラブリータイム。聞けたらいいねということで、お聞きいただいた曲は久保田美優でラブリータイムでした。ラジオアニメージュ、アニメージュインフォメーション。このコーナーではアニメージュ最新号の情報をどこよりも詳しく楽しくお伝えしていきます。そして一緒にコーナーをお届けしてくれる方はこの方です。こんばんは、アニメージ編集長の河合です。なんかめっちゃ久しぶりなんですけど、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。お願いします。てか会社お引っ越ししてたんですよね。そうなんですよ、新社屋に行かせてください
ちょっとびっくりしますよ。え、なんで？なんかあのすごい汚いビルとはいやいやいや大違いになっちゃったので。え、なんか最先端的な、なんかシャレオツな感じ。シャレオツな感じ、もう腹立つぐらいシャレオツな感じ。なんでですか、余計行きたくなっちゃったもん。だって合わない、うちの会社と。なんで？あのシャレオツなところがもう嫌だ。染まって、シャレオツに染まってこ。無理無理。なんで？目黒なんですけど、はい、いっぱい美味しい店あるのに、ね、おしゃんのみんななぜかあの蒙古タンメン中本に行きまくって意味わかんなくないですか。おしゃれな、なんかオーガニックカフェみたいな行けばいいのに。そう、バルとかあるのに毎日毎日中本の話してるんですけど。でもね、そういうとこが好き。もううちも本当おしゃれになれない。いいですよ、ね、ということで。では今回は3月10日発売のアニメージ4月号についてお話を伺っていこうと思うのですが、はい、今回表紙がこちらです、はい、じゃじゃん、ホブデビビック。いやー、まさかこれがね、表紙になる時代が来ると思いませんでしたよ。私もするとは思わなかったな。これ誰が決めたんですか？会議に出て？そうね。でも決定権だって編集長じゃん。まあそう言われちゃうとその通りなんだけど。これでいこうっつって。もうこれしかないかなって。まあ ね、今回一番注目作というか話題作ですから ね、 そうそうそうね。ということで今回はポップデビピークが関東大特集。しかも19ページもやってるんですけど。うわぁ大丈夫なの？何そんなに書いてあるのこれ。まあねえ、なんかいろいろとこうクリエイターのね、まあ、コメントとかね。今回多いですからね。いろんなクリエイターさんがやってて。なんか短編の詰め合わせみたいな感じですからね、うん、作品的にも。しかも着ぐるみで、はい、あの作ってる神風動画に訪問とかね、もうなんかよくわかんないとんでも企画いっぱいやってるんで。嘘、楽しみ。え、ちょっと私ボブネミミミが大好きなんですけど。やってんじゃないかな。やってますかね。やってても。ちょっと楽しみ。あとはこれトントン相撲がつくので。かわいい。ポップコーンのペピミのトントン相撲セット。ぜひあのおまけ、あの付録のコーナーというかおまけの時にやって。かわいい。やる。ちやりましょう。すごいちっちゃいけどね。次回やりましょう。次回遊びましょう。やります、やります、楽しそう。ということで、あなたはポップコ派ピピミ派とか書いてありますけれども、いや私なんか前回のそのアニメージインフォメーションの時に、うん、アニメージインフォメーションじゃないや、そのアニメージの最初を見てる時に、うんうん、はいはい、次回がポップテピピックが表紙ですって書いてあったんです、次回予告みたいなとこに、うんうん、そうだね。で私あのもうちょっとなんか挑戦されてるのかなと思ったんですよ。ごめんなさい、どういう意味？なんかなんて言ってないんですか、もうちょっとなんかなんて言えばいいんだろう、うまい言葉が出てこないね。なんじゃい。あの褒めてるんですよ。うん、本当褒めてる。褒めてる言い方なんですけど、こちらの作品あの一応あの褒め言葉ですよ。うん、クソアニメって言われてるじゃないですか。うんうんうん、もうちょっとその要素が、うんうん、出てるかなと思ったんですよ、表紙に。綺麗に猫が被ってて、あ、皆さん入りやすいなと思いました。まあその裏で何を考えてるかわからないじゃない。そうですね。子供たちがね。一応ね、あの、イースターバニー風っていうね。ね、かわいい。3月ですからね。そう。発売3月。そう、4月号なんでね。4月号なんで、かわいいでございますよ。ね、なんか、こんな、ね、これ見てさ、うん、ポップテピック見た人さ、この作品のギャップにさ、驚くと思うんですけれども、まあでも入りやすい入り口としてはとても素晴らしい。そうかな。とても素晴らしいと思います。いい意味でね、こう、期待を裏切っていってほしい作品なので。私でも表紙やってもう3年ぐらい経つけど、はい、こんなに等身が低いキャラクターを表現したことがなかなか、ですよね、収まってないかな。今年ちょっと攻めてません？え？なんか、今年の一応発売というか、今年のその1月号から、うん、結構そのアニメージュってやっぱ男性キャラが表紙になること多いですけど、今4月号まで出てて、まあ4冊出てるじゃないですか。うん、4分の3が女子なんですよ。あ、そっかそっか。そう。あの、桜もやったしね。桜もやったし、宝石の国だったし、なんかちょっと今年、攻めてる？攻めてるの？まあ、40周年だから。ですよね。ね、やっていきましょう。さすが。ということで、その他豪華付録は、稲妻イレブンのスクールカレンダーなどがついておりますね。はい。豪華ですね。全22枚ということで。そう、4月始まりのカレンダーなので、これから新生活を始める人にもぴったりなので、ぜひぜひ使ってくださいね。素敵。その他ね、CM かけるアニメの魅惑のコラボという、なかなかあまりアニメ出しては、やらないよね。しないけど、でもみんな気になってるこの日清のカップヌードルの CM。あ、そうそうそう。青春会を。青春会を。日清に行って取材してきたんだけど。もうお土産にカップヌードルいっぱいもらっちゃった。いいじゃないですか。生きていきますよ、カップヌードルで。そうだよね。その、多分みんなも気になっていたであろうね、そのなんか裏話なんかも聞けると思いますので、はい、ぜひぜひ楽しみにしてください。最新のゲットしていただけたらいいなと思うので、よろしくお願いします。ということで、今回もお話ありがとうございました。はい、次回のアニメージュインフォメーションはまた来月、アニメージュ5月号を特集する予定です。お楽しみに。はい、以上、アニメージュインフォメーションのコーナーでした。編集長、ありがとうございました。ありがとうございました。またねー。またねー。
ラジオアニメージュ。さあ、ここからはレギュラーコーナーをお届けします。演じていい感じ。私が読めるか読めないかギリギリいい感じのラインの感じを混ぜて演じてほしいキャラクターとセリフを送ってきてもらい、どんな感じのセリフが来てもドヤ顔で演じてみせるというこのコーナー。いや、今ですね、コーナーが始まる前にアイリスおじさんからいい情報をいただきまして、今回はレベルが低い。いけるかもしれない。あれ、まだコンプリートしたことないんだよね。私一回だけしたことあるかな。いや、ちょっと待って、頑張りますよ。そろそろね、ちょっとこのコーナーも結構やってきてるのに私全然学べてないんじゃないか説が出てるので、今回は頑張りたいと思います。ということで、さらにこのコーナーでは毎回一番久保田の心を動かした漢字を教えてくれたあなたに直筆の漢字入り色紙をプレゼントしたいと思います。ということで、それでは今回も早速やっていきますか。どっからしたい。ラジオネーム村ゆいさんからです。テーマ、レストランの店員さん、過去電話対応バージョン。はい、18時に2名様でご予約参りました。ご来店お待ちしております。え、なんで？あれ、なんで？嘘でしょ、嘘でしょ。なんでこれ参りましたって読むんじゃないの？嘘でしょ。おや？受けたまわりました。え、ね、受けたまわりましたって受けたあの感じ入んないの？嘘でしょ。認識の違い。いやいや、認識も何も。認識の違い。え、もう無理じゃん。ああ。テンション。誤植かなって思った。村ゆいちゃんも間違えて送ってきたのかなみたいな。あなたの誤解です。認識の違いだ。残念です。ちぇ。続きまして、ラジオネーム人妻きゅうりちゃんからです。お花屋さんのお姉さんでお願いします。いらっしゃいませ。いつもありがとうございます。今日は贈り物ですか？あ、ではこちらなんていかがです？桃の花を使った花束なんです。綺麗でしょ？ちなみに桃の花言葉は、私はあなたの虜。これいけますよ。いや、さっきの方が嘘でしょ。あれれ、なんでやろ、なんで。ラジオネームクーポンさんからです。シチュエーション、推しの自撮りを見てるオタク。誰の自撮りにしようかな。へしきり長谷部にしますね。ちょっと推しが自撮りをあげました、はい、あ、長谷部くん今日ツイッター更新してないな。お、いいタイミングだ。やっべー、なにこれ、めっちゃ可愛いんだよね。可愛すぎて悶絶しそう。これはね、私使うしね、この言葉多分。いやー、みんなもこうやって言ってくれてるのかな、私が自撮り上げると。ごめんね、本当に。たまになんか最近さ、入浴剤とヨーグルトの写真しか上げてないんじゃないかと思う時あるんだよね。はい、ということで読んでまいりましたけれども、いや、いいコンプリートでしたね。いやえ、いや誤植でしょあれ。いや打ち間違いでしょこれ。外人として読めてください。だってさ、この仕事してさ、受けたまわりましたなんて言ったことないもん、電話で。恥ずかしいですよ、社会人として。やっぱなんかさ、この仕事以外の社会にも一回出た方がいいのかなって思い始めてきた最近。なんかこの仕事してると結構さ、甘えというかさ、あるじゃん、なんか。あるじゃん、なんか、ちゃんと丁寧に日本語使えなくても、なんか意外と生きていけるかもしれないみたいな、あるじゃん。メールとかで使う機会が来るよ、その。受けたまりましたって？外の人とやるとき、ね、じゃあちょっと今度からラジオアニメージの LINE も急に堅苦しい言葉で勉強してください。勉強します。ちょっと本当に一回なんかバイトでもした方がいいのかな。レストランでバイトすっか。ということで、どれにしようかな。あ、でも決めました、これにします。
やなんでこんなにできないんだろう、漢字が。悲しいって。習うはずなんですけどね、敬語。敬語っていつ習う？小学生です。小何？まあ、中学生でも習うと思う。小何？中何？中何って。なんて聞いたらいいの？中。中1でも中2でも中3でも習うと思うんですけどね。ちょっといつかは出ましたけど。敬語とか謙譲語とか。でもすごく思うんだけどさ、結局さ、学校で習うことってさ、テストのためにさ、覚えるようなもんじゃん。英語はね、直結して役に立つから、ちゃんと勉強した方がいいですよ。頑張ります。ということで決めました。今回の漢字はこちらです。じでん。悶絶。なんかみんなも私の自撮りを見てこうやってあれ感じ違う？この絵を切り取ると破壊力あるな。なんで？コラ画像みたいになってる？あの素材化されそうこれ。マジ？じゃあ使ってください皆さん。使ってくれって。ちょっと1秒ぐらい停止するね。はい、はい。みんなスクショしてくれるでしょこれを。これでしょ？私が自撮り上げたらみんなこれをリップで送ってくるでしょ？私のこの画像が全然関係ないところでそれが使われるんですよ。いいじゃないですか、広められますよ私の顔が。ということで今回はクーポンさんが送ってくださったこちらの漢字に決定いたします。このコーナーでは引き続きいい漢字の漢字を混ぜたセリフを募集中です。簡単すぎても難しすぎてもダメなのでいい漢字に考えて送ってください。あと色紙を送るための郵便番号、住所、氏名も忘れずに書いてください。以上、演じていい漢字のコーナーでした。お送りしてまいりましたラジオアニメージュ、エンディングのお時間です。この番組では皆さんからのメールを募集しております。演じていい感じ、響けくぼたんまりん、別冊でやっている新コーナー投票への参加のほか、普通歌や感想などたくさんお待ちしております。感謝するなさかけたさよならセリゴリ。ということでメールアドレスはアニメージュアットマーク JOQR.net、 アニメージュの綴りは ANIMAGEANIMAGE です。さらにこの番組は火曜日放送ですが、木曜日のお昼12時からはエジオンプレミアムにて再配信されます。今回の付録のテーマはポプテビビックです。楽しみ。そして毎回10分にいろんな曲をお届けしている別冊ラジオアニメージもエジオンプレミアムの配信から1週間後に配信です。こちら新コーナーの投票をね、募集しておりますのでぜひぜひよろしくお願いします。最後に私からのお知らせです。まあ、いろんなお知らせをしてまいりましたけれども、一番近いのは私のソロのイベント、3月の11日に開催されますワンマン王国2018春姫様と余興を皆さんと一緒に楽しめたらいいなと思うので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということでそれではそろそろ時間でございます。次回は3月の20日の放送でお会いしましょう。ラジオアニメージュ、お相手は久保田美優でした。バイバーイ。